パブロ・ピアッティ・パブロ・ダニエル・ピアッティは、アルゼンチン・コルドバ州出身のサッカー選手。プリメーラ・ディビシオン・エル・チェシエフ所属。ポジションはフォワード。エスティディアンテス・デラ・プラタの下部組織出身であり、2006年11月18日のニューウェルズ・オールド・ボーイズ戦で、ディエゴ・シメオネ監督に起用されて、トップチームデビューした。その試合のロスタイムに決勝点を挙げ、2006、 アペルトゥーラで優勝したチームのヒーローの一人となった。2007クラウス裏ラでは、ホセルイスカルデロン、フワンセバスティアンベロン、ホセエルネストソサと共に、中盤のポジションを獲得した。エスティディアンテスに在籍した2年間で公式戦60試合に出場した。2008年6月、クラブ史上最高金額の遺跡金700万ユーロで、スペインのユーディアルメリアに移籍した。 序盤戦は絶対的なレギュラーとして起用され、レアルマドリード戦で重要な得点を決めるなど活躍したがシーズン中盤にメキシコ人のウィゴ・サンチェス監督が就任するとポジション争いに苦しんだ。2009年夏に FW ・アルバロ・ネグレドがセビージャ FC に移籍したため、ピアティには多くの得点が求められるようになった。 2009年9月23日のアトレティコ・マドリード1000は2得点で引き分けに持ち込みアトレティコ・マドリードとの2回目の対戦ではアディショナルタイムに決勝点を決めたため2010年にはアトレティコが獲得に興味を示した2009から10シーズンは35試合に出場してチーム2位の7得点を決めた2011年7月6日アルミリアの降格に伴い 5年契約で、バレンシア CF に移籍。退団したホワキン・サンチェスの後釜としての加入となった。2016年7月16日、RCD エスパニョールへ、買取オプション付きの1年契約で、レンタル移籍。5月24日、エスパニョールが買取オプションを行使し、ピアティは3年契約をクラブと結んだ。完全移籍したものの、レンタルした時ほどの成績は残せず、 2017から18シーズンはリーグ戦わずかに得点に終わった。2018から19シーズンからは怪我の影響もあって出場機会も減少し得点も一得点のみであった。2020年2月7日エスパニョールとの契約を解消しトロント FC と契約した。2021年3月6日エルチェ CF と契約した。 アルゼンチン代表として2007年にはカナダで開催された FIFAU-20 ワールドカップにセルフィオ・アグエロ、アンヘルディ・マリアなどと共に出場し、レギュラーとして7試合中6試合に出場して優勝に貢献した。2011年6月5日、親善試合のポーランド代表戦で A 代表デビューを果たした。ありがとうございます。